現、魚沼市域における平成の大合併。当村は小出町に対して北東部に位置した。入広瀬村は新潟県北魚沼郡にあった村。2004年11月1日に小出町、堀之内町、湯野谷村、広上村、相門村との合併により魚沼市となった。大白川のブナバや四国内有数の豪雪地帯であり、1936年には、 積雪606センチメートルを観測した。集落は、国道、鉄道沿いの中心集落である穴沢、大土地山、平野、また、新田と山陸部の横根、芋瀬谷神殿、奥地の大白川神殿の計7つで、主に構成される。魚沼市の歴史も参照のこと。越後ハーブ公園、浅草岳公園の紅葉山菜を、村おこしに生かそうと、 1983年、三歳共和国の独立が宣言されている。津佐正造村長の下で、1970年代半ばから1980年代にかけて、三歳会館、総合文化スポーツセンター、若者の取り出、若者就業センター、サイクリングターミナル、サングリーンパーク、淡水魚水族館、品野川フィッシュハウス、自然活用センター、 雪国観光会館など様々な施設が建設され、観光開発が盛ん。1989年には、掘削により、ニュー、浅草岳温泉の輸出に成功し、浅草山荘、サングリーンパーク、浅草岳大自然館の3施設への温泉供給が開始されたほか、大自然館内には、洞窟風呂が整備された。 1993年には、入広世駅近くでも掘削による温泉輸出に成功し、温泉、サウナのほか温水プールやウォータースライダー、野菜作り用の温室などを備えた施設、都市数温泉ドリームタウンが建設された。また、同年からは大都市の住民に土地代無料でセカンドハウスを提供するドリームホームタウン事業が開始された。ありがとうございます。